よなら。あのですね、あららこさん、出会いというのはいわば物体裏なんですよ。普通舞台の裏だけ見ていればいいんです。そっとが現実というものです。知らなきゃ知らない方を行くことなんですよ。むしろ深いを知ることで知らないことは増えただけのことなんですよ。そっか、では随分話し込んじゃったの。悪かったな、足記事一目しなって。あーいえ、私はいつだって道に迷ってるだけですよ。しっぴりならラギさんの家ってこの辺だったかな。そんなことを考えながらの散歩でした。おい、いなくなったりしないよ。いつも二人の都合ばかりを考えているアララギさんが、そんな風に自分の都合しつけるやつって多分落としたせいぜい忍さんぐらいのことでしょうね。私はいなくなったりはしませんよ。本当、私がどうしようもなくこもっていたら、その時は助けていただいても構いませんか。助けるよ、当たり前だろ。あのですね、アララギさん、出会いというのはいわば物体裏なんですよ。普通舞台の裏だけ見ていればいいんです。そっとが現実というものです。知らなきゃ知ら
知ることで知らないことは増えただけのことなんですよ。そっか、今日は随分話し込んじゃったな。悪かったな、足記事一目しなくて。